僕みたいな普通のやつがこんなすごい学校でやっていけるのか。僕が選ばれたのはただの運ってわけだ。だけどみんなには万全の状態で試験を受けてほしいんです。僕が見たいのはみんなの才能が最高に輝く瞬間なんです。お前はあのクラスの赤髪のやつより弱い。馬力も体格もあいつより勝るのになぜかわかるか。愚かな小娘たち、この石に願いをかければ正反対の効き目が現れる。それも強烈にね。やめて、もうやめて。これ以上誰も犠牲にしたくないのです。父さん、なぜ呼んだの。お前の考えている通りだ。じゃあ僕がこれに乗ってさっきのと戦えっていうの。そうだ。やだよそんなの。何を今更なんだよ。父さんは僕がやらないんじゃなかったの。憶測は無限に広がり、それがまた彼女の美をかきたて、より多くの人を引きつけた。たまにはみんなでゲームやりたいな。カバンにたくさんゲーム入れて学校に来てんだけどな。あ、そうだ、今日こそあれを完成させるぞ。いつも持ち歩いてる宝物。どう、俺とゲームをしようぜ。ゲームだと？それもただのゲームじゃない、闇のゲームさ。僕は悪くない。熊川メダカちゃん久しぶり。僕だよ。あんたも見ただろ、私を助けてくれた鬼塚先生の姿。そうですね、あなた方から見れば僕たちオートザムの人間は侵略者以外の何者でもないでしょう。バカらしい。僕は日本初のジュニアレーサー天音遥さん。前世の記憶も世界の終末も僕には関係ない。誰かがやらなければならないなら君がやればいいさ。僕のことを勝手に調べるのはやめてもらいたいな。お祭りだったら人でも多いし、夜遅いと危ないし心配。優しいね、お兄ちゃん。少女は真に我らの主にふさわしいか。我、審判者ユウ、最後の審判を執り行う。大丈夫なのか。鈴木の言っていたことは本当だった。一口飲むだけで15分くらいは元の姿に戻れる。奴を倒すには十分な時間だ。部下のことが気になるか。私と戦うならば集中しろ。でなければ死ぬぞ。あなたの負けない。もっと頑張りなさい。乱獲は点を取られた後必ずラストパスを翼くんに集めてくる。結局南葛は翼くんに頼るしかないんだ。そのまま翼くんを徹底マークだ。はい。敵には屈強なビートがいると教えたはず。ビートと対等に戦うんだ。ビートでなければ不可能だ。僕が買ってくるよ。桃宮さんはそこに座ってて。でも芝生寝転がると気持ちいいよ。生徒会副会長の直井です。我々は生徒会チームを結成しました。あなたたちが関わるチームは我々が正当な手段で排除していきます。